はい、皆さんこんにちは、山秀のマックです。本日は世界で大人気のナイフブランドベンチメイドの新作をご紹介します。ベンチメイドというブランドの詳しい説明は別の動画でお話しているので、ぜひチェックしてみてください。この数年ベンチメイドナイフの入荷が遅れて、予定通り在庫できない状況が今も続いている状況です。皆様にご迷惑しておかけしており申し訳ありません。少しでもこの品薄状況を緩和できるようにメーカーと協力して努めてまいりますので、今しばらくお待ちください。そんな中ですが、新作が入荷しましたので動画を撮影しました。ベンチメイドナイフの良さが伝わればいいなと思います。それでは早速紹介に移りたいと思います。はい、それではベンチメイドナイフの新作をご紹介します。じゃん、こちらになりますね。ベンチメイドナイフ、モデル番号748ナローズアクセスドロップポイントというナイフですね。待ちに待った、最高トップクラスのナイフですね。ベンチメイド社のもうシンプルに3拍子揃って、スリムで軽くて強いっていう、このシンプルな3つの言葉がこの最新モデルナローズの基本的なコンセプトになっております。一見パッと見ですね、サイズ、まあごめんなさい、サイズをまず全長で 203mm、 そしてブレードの長さ、刃の長さが 87mm、 ブレードの厚みはなんと、実はこう正面から見たのとこう機体をパッと裏切る感じですが、ブレードの厚みは 2mm しかありません。そしてハンドルのこの厚みに至っては 0.28インチというね、非常にこの薄い厚みになってます。これが最初にお話したスリムで軽く強いというこの3つのコンセプトで生まれたモデルの最大の特徴かなと思います。そして重量でいくと 70g しかありません。この金属感バリバリのこのモデルが 70g という、これは驚きですね。私も入荷した時びっくりしました。そしてブレードの鋼材ですが、しかしこのスリム軽く薄い、じゃあごめんなさい、スリム軽く強いという言葉通り強いの部分に当たるかもしれないですね。ブレードの鋼材は最新鋼材のスーパープレミアムステンレススチールですね、 M390 という鋼材を使ってます。そしてハンドル材はなんと 6AI の 4V というチタニウム、全部これ裏側もチタニウムを使っております。裏表とチタニウムを、ブレードの、あーごめんなさい、ハンドル材に使っておりますので、これだけ薄いハンドルでも十分な強度を実現していると、そちらが最大の特徴かなと思います。そしてブルーイングされたこのディープショートタイプのディープクリップですね、こちらも非常に使い勝手が良さそうですね。もちろん左右クリップチェンジもできます。そしてこのアクシスですが、今までのアクシスと若干デザインが違いますが、基本的な構造は同じです。ただ新しいこれアクシスロックの構造になりますので、今までよりも若干こう使い勝手が変わりますが、使い方としてはそんなに変わりませんが、こう感触は少し変わってきます。前よりも非常に強度、操作性が向上したとメーカーの方が発表しております。実際にまだ私も使い込んではいませんが、少し触った感じ、はい、非常に扱いやすい、ロック解除も引っかかりやすい、親指なんかは引っかかりやすいですね。使いやすい感じが今のところ触った感じで、私も使いやすそうだっていう、使いやすいなっていう印象を受けました。これが新ロック、新アクシスロック、新しいアクシスロックになります。そしてこの先ほど申し上げました M390 ですが、これも本当に近年 M390 という高級鋼材として、私たち業界では知られておりますが、耐摩耗性、靭性、耐腐食性って、こう全てバランスよく、素晴らしいと。つまりもっと簡単に言えば、切れ味がよく、切れ味が長続きして、しかも強度もあり、刃が欠けにくく、そう、見にくいと、もう3拍子も4拍子も揃ったナイフ鋼材になります。そしてハンドルのチタニウムと、もうまさしくベンチメイドナイフの中では今もトップクラスのクオリティを誇る、一モデルの誕生かと思います。ベンチメイドナローズ748番ですね、ぜひぜひ皆様も1本、このスペシャルな1本ゲットされてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。概要欄に山秀オリジナルサイトのリンクを載せておきますので、詳しいナイフの情報についてはそちらをご覧ください。またお求めもそちらから可能です。今後も刃物やアウトドアに関する情報をたくさん発信していくので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。